基本的に狼やりたい人って確率的には少ないよね。狼やりたい人って多分選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられ、あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。だってぶっちゃけ残念な村をみんな追わないから負けたりするんだもん。多分俺の通りやってたら多分結構勝てると思うけど、みんなが従ってくれれば。でも従うわけないからね。普通に村が白いと、まあ普通の考察で普通の中の範囲内の狼を見つけるっていうのは、昨夜は誰も知りませんでした。法廷の範囲内の狼を見つけるのはみんなできるでしょ。3番のプレイヤーが発言します。法廷の範囲内の狼を見つけるのってみんな難しい。はい、お願いします。村人陣営でした。難しいよこのゲーム、この位置だから持論言おうかな。私は基本的にハーク群れする人がすごい嫌いです。そこが黒く見え、釣りたいとかじゃなくて、例えば4番がハーク群れしました。4番って何でハーク群れしてるんだろうっていう考察もしなきゃいけないし、なおかつ4が村だった時に関して、あの人外に利用されかねないよね。だからあのハーク群れだけはやめてほしいかな。自分も気をつけますってことで。あと私は基本的にグレー精査は単体していきたいなって思ってる。1日目ってさ、結局占い師とかで狼が出た時って LINE って切り放題だしつなぎ放題なんよね。だから1日目に関してはグレー釣りになった盤面ではちゃんと単体精査で狼見つけていきたいなって思ってるかな。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。まあ、3番さんは2周目。で、まあ、進行論っていうか、思考開示っていうか、まあ、進行論はあんまないんだけど、まあ、把握漏れっていうよりかは、捏造とか、あの、まず人の話を聞いてない人、あと、あの3番さんのことが印象いいと思っただけなのに、3番白いなとかって安直に言って、いや全然3番のことを俺が白く思ってなかったらそいつ何言ってんのって思うから、そいつずりになりますね。あれ言う、俺の言いたいこと分かったかな。あ、とりあえずなんか白いと印象いいっていうのは違うってことです。ただそれだけ。5番のプレイヤーが発言します。一周目よろしくお願いします。5番です。塩とにございません。そうっすね、まあ、3、4について完全に1周目かなとは思いますけど、特にその狼たる要素もなかったかなと思うけど、今のところはね。3番についてはなんだ、把握漏れの話か。あと単体精査だね。グレーテン単体精査ね。4番についても、4番今何言ってたっけな。直前の発言の時はよく忘れちゃったっすね。まあそれぐらいの、あんまり頭に残んないぐらいだったかなと思うんで、大きな要素はないかなって感じですね。印象もつけようがないかなと思ってる、正直。ぐらいですかな。まあきちっと、2周目は、怪しいなと思うとこ上げていきたいなと思います。6番のプレイヤーが発言します。うん、まあわからないですよ。把握漏れか言い間違いか考えなきゃいけないし、単体精査のみじゃなくてライン精査もすればいいし、3番については、4番については何だろう。じゃあ今の5番って、はあの聞いてないから5番の印象悪くなるのかな。2周目聞きたいよっていうことと、自分の考えに合わなきゃするってことなんでしょ、ざっくり言うと。印象いいと白い、別に同じでもいいんじゃない？なんでわざわざ使い分ける必要があるんだろうって俺は思うけど。まあ、どっちも正解っちゃ正解だね。3番、4番の言ってるのはまあ普通のことか。だからグレー精査聞かなきゃいけない。5番、4番の話を聞いてないってことは4番が叩かれるかもしれない。ただ5番も2周目だと思う。グレー精査を聞かなければわからないです。黒いか白いかは。はい、とりあえず変なのをやめましょう。アーマーとか、
炙り出しとか、スラとか、柱とか、いらないです。村を残して狼をついたですね。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。ああ、その思考だったら6番殺していいかなと思ってます。6番が村か狼かは知りませんが、あなたの巨人だけはないだと思いました。6番自身がスラとかその辺が嫌いだっていう思考を6番が持っている状況かって、6番っておそらく狼が不利な盤面が形成された時に6番って助け舟を出せない人だなと思ってるから、6番は村陣営か狼のどちらかと思ってるから6番をめくっていい位置、逆に3番は一生釣らなくていい位置で、3番自身が狼を持っている時に、例え話で4番からじゃあ捏造が入りましたってなった時に、3番って捏造したから4番殺すねっていう論を使えないことをしているのが3番、3番自身が4番から捏造されたときに、3番の狼が4番の村でこの人何でやってるんだろうって深掘りしないといけないことを3番自身が言ってるから、この人の狼だけは 100% ないです、あって強靭です。だから3番を一生つながない、4番5まで終わり。8番のプレイヤーが発言します。なるほどね。僕もね、結構3番は別に今日積んなくていいかなと思った。その、把握漏れ、僕もね、結構ね、人外しちゃうと思ってるんですよ。で、なんか、いや、把握漏れでそれって人外要素にならないんじゃないかっていう論があると思うんですけど、だからその精査を入れないといけなくなっちゃうからって僕思ってるんで、僕3番めちゃくちゃ印象いいと思ったんですよね。で、まあ、これは、まあ、4番が拾わなかったからではないんだけど、4番って単純になんか3番の発言を聞いても2周目でしか終わらせないし、俺今日4番つってもいいんじゃねえかって思ったかな。その7番の言う6番が強人ではないから、村か人狼っていうふうに見てるんであれば別に6字でもいいんだけども、手間一応7になんかすり寄っとこうかな。もう40でいいと思ってますけどね。5は2周目聞かないか分かんないけどね。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。7番の3番継いたくない理由は、まあ早口だったから私にはちょっと理解ができなかったけど、8番の3番の継いたくない理由ってのは分かんなかったんだけど、だって把握漏れする人が嫌いとかってさ、把握漏れする人をなんかその精査するときに余計なものが増えるって人外でも言えるって思ってるから、8番が3番を釣りたくない思考はちょっとよくわからなかったけど、8番が狼だった場合って3番狼っていうのはないのかなって思いましたかね。いや、私7番が言うようにそこまで6番変別釣りたいって思ってなくて、別に2周目おかしかったら釣ればいいんじゃないって言われる、別に6番にそこまで来る要素なかったかなって思ってて、3、4は2周目1だけど、まあ声色精査したらなんか4番の方が若干落ち込んでる感じがあったから、なんか人狼引いちゃったんかなっては思いましたかね。はい、まあ、はい、盤面整ってから精査します。1番のプレイヤーが発言します。足用ないんですよね。8釣りかな。6番7番は釣りたくないんだよね。7番が3番にとって予想、理解はできるけど、進行論だったら俺、狼でも、狂人でも村でも何でも言えると思ってるから、所詮2周目だと思っていて、4番が3番を2周目で片付けたことが、8番視点違和感っていうか気に入らないらしいんだけど、だったら4番だけじゃなくて5番も6番もじゃないですか？なんで4番だけになったの？その通用し方が気持ち悪いし、8視点で3番の強化、視点で7番に納得できたんなら、7番って6番通用してるんですけど、8番さん、7番さんどう思ってます？ 8 番が人外だと思ってるかな。はい、7番2周目ちょっと期待してようかなと思ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師で9番さんランダムシロでした。はい、お願いします。あのね、マジでわからん。7番さんのは俺もちょっとね、俺の脳みそがついていかない。ごめん、7番さんの話がちょっと難しくてわかんなかったんだけど、釣りたいとか6番ってだけはわかった。俺ね、思ったのは多分4番さん役職なんだと思ってる、俺は。だからそれを釣りたいって言ってる8番が純粋に黒いのかなと思ってる。なんでか4番役職がって思ったかっていうと、なんだろう、その、俺が印象、いいと思ってるイコール、なんだろう、白くない。でも、そいつを、なんか白く言ったら釣りますって発言してるから、自分が釣られ懸念ない人でしょ、4番って。多分4番役だろうなと俺思ってますけどね。はい。
って言ってるから、多分そこに、まあ、俺の白先の9番も言ってたんだけど、何言ってんだろうと思ってるから。はい。だから8番、人外じゃないかなっていう、安直な考察しておきます。はい。以上です。9番ランダムシロです。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。そうだな、私、5と8が例の把握。2が9白把握なんだけど、え、58釣り切った方が良くない？なんか狼で出てる気がするんだけど。でも私、6番さんってさ、めちゃめちゃ違和感だよね。どこから物を言ってるのかなってめちゃめちゃ思うよ。だから6が役じゃなかった時にめちゃめちゃ怪しいなって思ってるよね。6番って私の話全く聞いてなくて、私は1周目に関して占い師さんがもし今2番で一角してるけど、狼で対抗、神と狼で出た場合って、ラインってつなぎまくりえるし、切れまくれるから、1周目の精査に関してはグレーズリになった時に必要ないと思ってるって言っただけだから、なんか主観押し付けてくるのか、それとも騎士なのかっていうあれだったから、私は、そっか、5番例の、なんか黒いところから結構、役が出たなって思ってしまってるな。7番の村の拾い方があんまり狼っぽくない。狼だった時にすごい首絞めてる恋してるなって思うから、あんまり狼っぽくないなって思ったのと、1番さんに関しては話が簡潔すぎて、あんまり私には伝わらんかった。から2周目期待したいなって思ってるぐらい。かな。4番に関しては2周目1かな。結局話聞かないとどうにもわからない。私は58に、狼どっちか出てるんじゃないかなって思ってるわ。4番のプレイヤーが発言します。はい。68が狼で出てるかは分かんないっすね、僕は。まあ68は58か、ごめんごめん。まあ8は一本釣り指定してるから狂人よりは進化狼ってことかな、サマさん。ほぼ一本釣りしてやったと思うけど、俺の。まあ、その一本釣りしちゃおかしいんじゃないって言ってたのが1か。いや、俺もおかしいと思ったよ。だって3って2周目って言ったの俺だけじゃないじゃん。まあ7は狼はないと思ってる。100%。だって3の村要素7が狼で、そこで質拾うメリットないもん、狼で。だからそれを分かったっていうか、汲み取った3はいいんじゃない、別に。でも8、5が狼で出てるっていうのはまだ分かんないと思ったけどね。6番に言ったんやけど、なんか5番の印象が4番さん悪くなくなるんじゃないって言われたけど、別にそういうわけでもないですね。あの発言、あの、汲み取れてないなと思ったら5番は。俺がほんまに5番が、何、あの、4のこと、何なんつったんやったっけな。5がなんか俺の言ってることを把握漏れしてたんやったっけ。でも別に全然気にならんかったから、なんか6が、俺が5を怪しまなかったらおかしいみたいな、言ってる。5番のプレイヤーが発言します。どうなんだろうね。まあ、8番がツアーで回避で、霊能に出てくるっていう、いや、どうだろうね。でもやっぱ狂人っぽいんじゃないかなと思ってんだけどな。7の視点、白助みたいなことしてんだよね。7にすり寄ってこう、みたいな感じでしょ。でも結果7が上げてる6ではなくて4一本してるでしょ。逆に4、8ローローっていうのはあんのかもしんないけどね、と思ったけどね。1については全く黒要素なかったなと思ってるよね。8と7に対して思ってるっていう指摘がまあ全くクリティカルだったかなと思ってます。6については、なんだろうな、4番が5番を黒く見るのかなみたいな感じで、自身6番自体は2周目で片付けてるわけでしょ。まあ塀と変わらないような動きは確かにしてんなと思うね。でも安直に SG1 に5を持ってかないっていうところも白要素とも言えるし、これ両面性あるかなと思ってる。3番がなんで8を、5、8を狼で置いたのかっていうのがわからん、マジで。
でもまあそこは分からないって言うんですよね。7が3をなんで弾いたのかも分からない。7-3ローロー、本当にないのかも分からない。あるような気もするし、そういうムーブを取ってることもあるかもしれない。もう今日8いってください。6番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、8いって7いけばいいんじゃないですか。うん、8番は、例の持ってるはずなのに7番に乗っかって6番いきますって。いや、6の黒要素があって言って、例の要素があったら7なんて関係ないでしょ。自分の意見がないでしょ。だからもう、誤信決め打ち8番いきます。ローの可能性があるんじゃないですか。7番、そんなにスラで汚すことが大事な、あなたがスラすればいいじゃん。なんでスラしないんですか。うん。あなたはおかしいでしょ。この言葉自体で6と7だったら7は人外だよ。6の方が最白だよ。うん。それは村が拾えなかったら村が弱いだけだろう。スラが大事ならなんでスラしないの、あなた。黒いんですよ、あなた。うん。8つで7いきます。結局、7番さんが言う3番さん。素晴らしいですね。単体精査をするって言って、8号の釣り位置すら上げない。どこが白いんですか？形だけの進行論で、白さを、決めつけてんじゃねえよ。やらない奴の方が黒いんだよ。実践しない奴ばっかりだ。形だけの進行論で。足とこどっちをするんだよ。それすら上げない奴が、白いわけないだろ。4番についてもどうだよ。自身の進行論で5番は把握漏れした。これはそれでいいでしょう。だったら言わなきゃいいだろ、進行論を守れないんだったら。自分がそれを黒く見るって話をして、それで俺に食ってかかられても困るわ。進行論を守れないんだったら黒いだろ。ただ7番にムカつくから7番に行きます、確定で。8ってならね。うん。1番はとりあえず保留しときますよ。うん。スラをしないならあなたは黒いでしょ。うん。8って7行って、3番が4番精査します。以上です。8、芯、決め、もう5芯。はい、決めします。はい。7番のプレイヤーが発言します。あの、朝っぱなからイライラさせないでもらっていいですか。俺6番さんの強人否定をして、6番さんが狼を釣りたいってしか思ってるんだったら俺も狼を釣りたいってしか思ってるから、強人を釣ったところで白結果しか出ないんですよ。あなたのことを強人否定をして、あなたを須村か村陣営か狼の2択だって言ってるから、あなたを霊能者に色を見せされるのはありだって思考としてるから、なんか6番さんって人の話聞く気あるんですか。で3番に5番、あ、まあいいわ、これはいいっすわ。まあぶっちゃけ8番は偽でしょうね。まあ、8番、4番ないっす。はい。これは9番の思考が正しく、8番自身が7番にするよっとこって言っている状況下で、6番に真っ先に視点が向くわけではなく、4番に視点向いてるところが多分殺しやすいとこ殺しに行ってんでしょうねって感じ。8番が狼だった時、だから4番の色は白。8番が狼だった時、相方1番しかいません。はい。あ、6番はわかんないっす。6番はわかんないっす。ただ6番8番狼で7番にするよってこっていう8番の発言が出るかって言われた時わかんないで、ほぼ18かなと思ってます。はい、6番さんムカつくっすね。あなた、あの人の話聞く耳持ってます。あ、3番一生取らないっす、それ。あ、ちなみに6番さん3番さんに何か言ってはりましたが、3番さん5番8番ロラするっていう思考を持ってはる人なんで、6番さん言ってること角違いっすよ。1番さんごめんなさいね、あなたの狼にたどり着いてる盤面です。ただの盤面でしかない。3番の白、8番4番がつながんない、8番が3番に対して色付けを起こしている議論。はい、8番5画面の時7番の色白になることが分かるよね。はい、8番のプレイヤーが発言します。いや、まあそのするよっとこっかなっていう発言で、まあなんか8番が7番の白付けしてるって言ったら、まあそれはそれでいいんですけど、じゃ仮に僕がねローだとして、なんかまあほぼほぼ僕にヘイトを向かわれて3番視点でも黒っぽいところから霊能ができたっていうのがあればあって、真の霊能がもしね仮に5番だった場合で、僕がわざわざローで出てくる意味あるんですかね。だったらまだ初週の発言で僕は3番のことは、3番の発言で印象いいと言っていたっていう布石を打ってるわけだから、まだ僕だったら占い師で3しろっていうふうに出ますけどね、僕がローだったらね。僕は5番の人物が強人か人狼かという色を見る必要があると思ってる。5番で白に出た場合って、まず9番の強否は確実にできるんで、僕はまず5番から取ってほしいですね。うん、まあ僕を強人で見るのであればわかるんですよ。
その、まあ、ロラされに行ってるっていうふうに見ればいいんですけど、僕がローで出てると皆さん思ってるんですかねって思っちゃってるんですけど。うん、普通に今日6番からどうしていいかなと思ってますかね。人外表にしかなんないんで。はい。まあ僕は普通に今日5番から行ってほしい。僕がローで出てくることを僕追う必要が僕ないと思うんですよ。7番にも同様だけどね。8ローで引っ張るんだ。まあまあ僕からでもいいっしょ。まあその代わり釣ってくださいね、5番も確実に。僕をローで出てると思える人がすごいと僕は思いますね。9番のプレイヤーが発言します。はい、6番を釣りたいんだったら、ちゃんと理由も明記するべきだと思ってて、私は6番は一生釣らないですよね。はい。あの、平和なので、まあ2番が仕切っていいんですけど、私、スムラだから、騎士は出てきてほしい。しって思ってるんですよ。例のロラからしたいってことだとは思うんですけど、占い師に入りかねないから出てくるべきかなって思ってて、え、2番もそう思いますよね。いや、私ね、6番っていうのは釣りたくないんですよ。だって、7番、8番、3番、4番、5番に6番。じゃあ、7番、8番、3番、4番、5番が6番に系統向け、2番に占われたら負けるんだもん。釣りたいって言われてるから、6番が狼だった場合、どうなのか分かんないじゃん、2番が。いないし、6、1だったら盤面上すげえ弱いなって思ってるから、だって7番、8番が6番のにヘイトを向け、1番がそう、なんだろうな、なんか露骨すぎるから、6番はもう盤面的に村一だと思ってるから、6番は一生釣らないから、2番が、白を引きたいんだったら6番占えばいいと思いますね。はい。うん、だから、6番を釣りをしてる8番がめっちゃ違和感やなって思ったし、なんて言うんだろう、8番って6番の村懸念してないなって思ってる。だって8番って2攻めで見られてるんだが、仮に6番で白結果出たとき、明日、8番が釣られた場合ってさ、PP 来るかもしれないでしょ。そういう懸念もないんやなって思ったか、8番がおかしいと思ってる。はい、私は6番釣んないっすね。相方一致がいないから。へえ。って感じで2番さんに任せます。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。騎士出てね。誰占うの？俺騎士じゃねえから。8番釣り、8番の今の発言で奈良さん84ないと思ってる、あると思ってるかな。8番が4番釣りをしたところで釣れるか釣れないかって釣れなくない？だって真っ先に多分8番に突っ込むやつが出てきて、8番黒結果見えた瞬間に4番って上に上がりますよね、HP が。7番の84の否定が薄いなと思ってるし、7番2周目3番の発言聞いて情報更新全くしてない人物だと思っている。3番の狼俺全然あると思っている。7番が8番と6番の否定を仕掛けてまだ追っている。だから多分7番が狼家庭で戦ううちは6番オア4番オア1番かな。ただ8番狼家庭で4番と6番若干排除していて、来る要素もない、特に盤面で1番追ってるから7番狼っぽくはないな。7番なんだろうな。なんか強人、うん、6番の強人は8番の5番が進路家庭だったら8番が俺100狼だと思ってるから、6番の強靭勝手で多分後方5番シーンを置いていって8番を釣り殺して5番確定させる。6番強靭をキャンセル。知らんよ、もう乗っ取られても。どこの色づきがいいんだろうか。いいんじゃない、もう知らんよ、9は乗っ取られても、もう9以外だね。どこの色づきがいいんだろうか。どこに白が騎士で占われたら、6番に占われたら騎士を取るよ、基本的に。これは騎士が悪い、絶対にやってはならない。だから変な動きをするなの一種だね。7番。平和村は、いいと思う、俺は。騎士が出る。うん。はい。我の釣り切ってもいいと思うよ、8番の白引きした場合はね。綺麗な進行論言ってれば、村になるって。いや、実践的に8とこの精査してない3番。はい、お願いします。いや、俺もね、7番さんだなおうと思ってた。どうでもいいって言った。だから1番さん、まあ、いい視点持ってるんじゃないかなと思った。で、なおかつ、多分6番さん結構6入っちゃってるから、7番さんが白だったらさすがにね、7番さんも釣れないかなと思ってるから。6番さんが村だったら別にその情報更新もできるかなと思って、6番さんの村のことも考えて、7番さんの色を占うのが一番いいのかなと思ってますね。で、なおかつ7番さんがオークメットときって、なかなか多分、縄も届かないポジションなのかなってちょっと思っちゃったりもしてるんで。変だよね。7番さんがないが一番いいのかなと思ってます、ね。オークメットで3番を白くし、7番さん騎士じゃないみたいなんで。7番占いでいいかなと思ってます、ね。強人としてな、はい、2番に占われようとする。
はい、ありがとうございます。多分、7番さん占いが多分村の中で一番いいと思う。だから1番さんがそれ言えたのが、1番さんが狼って思われてる段階でも7番さんの色になるけど、ね、2番がどこ占うか分かんないし、はい、そもそも。7番さん白だったら6番さんも7釣れない。いや、いいよ。はい、理論的に7から乗っ取りがないってことだから、1、3、4人いるか、いるってことでしょ、騎士が。霊能に関しては。9、オア。まあね、八番さんが言うことは分かるよ。隠れてるとかそんなのやめてね。俺が狼やったら占い出るぜ。三種類で出るぜ。だから騎士が出て噛まれりゃいいだけなんだ、このゲーム。進行してください。進行って。で、思うけどね。まあ、ただ占い先は、八番って出してるから。ね、七番さん占います。まあ、白が出ればいいな。占ってな。占ってくれるって美味しいから。8番ってさ、なんで例のなのにあんなに自信なさげに4番いきますみたいな、7に乗っかって6いきますっていうのも、それだけで芯下がると思うんだけど、どういう組み合わせなの。8、2、投票が終了しました。追放されるプレイヤーが8番の遺言を発表してください。じゃあ僕がそもそも最初の段階で4番一本捨てできたところって何ですかね。なおかつ9番がまあ9番隠し色だからいいんだけど、そもそもの話で5分視点って5番隠人外なんですよ。だから6番つって僕はもうあの一番のりすけの方が大事だったかもしれないけど、4番騎士なんだろうが、なんかみんな4番騎士なんじゃねえかとか言ってますけど、僕は別に4番に騎士は感じてるんですよ。だから別にあそこで一本釣りしてたりしてたのが僕は真の霊能しかないって。僕が6番で4番から騎士出れば5番確陣ぐらいで、僕視点ってだから6番釣りで押したんですよ。9番視点で6番の村家人がないだった場合 PP 起こんないでしょ。だって5番釣ってもらえれば終わりなんで。はい、それが僕はそういう発言を持ってました。まあ、いいっすよ、全然。僕をこれで釣って、まあ、5を釣ってもらえば全然いいと思うんで。言ってないんだよ。はい。夜が更けました。確か言ってないが、4番教人狼に気をつけてください。逆か。知らんけど。4番騎士、9番ただの村老人。いや、めんどくせえな。なんでこの盤面が形成された？ただ7が白だとしてね。前半、後半の、いや、1番とか占ってほしかったな、俺は。どっちかって、7よりは。7に行くって言って、俺の1票で7行くわけじゃないからね。困った。夜が明けました。怖い位置だね。昨夜は誰も死にませんでした。まあ、これで乗っ取りはないと。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、7白ね。そうっすね、白なんですね。どうしたらいいんだろうねとは思ってるけど。ああ。ってことは1345に2浪いるってこと。なぜこのこれが作られたんだろう。あ、前半に行くべきだね、確率的には。前半に、うん、だって確率的には、まあ、1の浪は浪よりは34の方の浪が可能性が高いわけだから、なんで4番で放棄してんのこれ。うん。すごい気になるんだけど。なんで放棄してんのってことの。あー、なら占いか。あー、4番騎士だったのね。あー、あー、じゃあ簡単だ。あー、あの、135にローが2ローいるよ。135に2ローいるよ。9番の、あれも何なんだろう。俺をかばってくれるから村っぽいんだけど、9番が9に入れてんだけど、これ強人？135に2浪だよ。135に2浪。ああ。どうしたらいいの？ベーシックに5番行くべきなのこれ。まあ、村は5行くなら止めないけど、8番強人だったら、で、5番死んだら13なんだけど。うん。3番もだって単体制作しなかったけどな。でもな、霊能から行くって言ったんだよな。3、1ともに。これ、強人の可能性あんじゃない？ 3 番もう釣り切るって言ってるし。13ってあるかもな。5、8、新居。ちょっと考えてみる。ああ。まあ、5番安定で行ってもいいよ、別に。ただ、まあ、もう俺はもう3回1行こうかなとは思ってるけど、はい。7番のプレイヤーが発言します。あ、俺白だったんで6番死んでもらっていいっすか？まあ、冗談ですけどね。はい。
どうなんでしょうね。5番が強靭で8番に白を打つメリットってほぼほぼないから、5番が進路になって8番が新居でしょ。8番の偽を追うときって1番3番1番6番3番6番この3択でしょ。どうなんだろうね。5番が狼のとき3番弾きます。5番が狼で3番弾きますね。5番1番5番6番の択だと思ってます。5番と3番が切れる要素として、初週3番4番に対して5番が上げてる精査って、3番4番に対して浅く触れただけでまあ2周目でいいですって、5番が3番4番に対しての興味がない人物なんですよ。仮に平和盤面を作っている状況か位置が弱い時に5番3番狼だった時って、5番が3番に対してライン切りを行うかラインをつなぎ3番の新勝上げを行うかの2択だと思っているんですね。そのどちらの行動も取っていないから3番5番には見えないんですよ。むしろ5番が3番に興味のない人物だと思ってるので、5番が黒の時3番の色は白だと思ってるんですね。1番3番あんま見えないな3番。いやまあいいわ、まあ、そこに関しては思考更新を行いますね。5番が奥目だったら6番筆頭かなと思ってますけどね。あ1番3ごめんね18とか言っちゃって、まあ再生策加えます。まあ今日5番釣ったらいいんじゃね。はい、終わり。9番のプレイヤーが発言します。いやー7強靭なんすかね。いやごめん、私さっきの8番をタップしてたんだけど5タップで9自分押しちゃったんだよね、ごめんなさい。8番押してました。はい、手だけ言っときますね。いやー6番村でしかないでしょ。いや56っておかしすぎるってって思うんですけど、いやこれ強靭白引きしたんじゃないって思ってるよ。だって6番が相方じゃ狼だったら相方1絶対1番しかいないもん。はい、だって3番4番だって5番ってグレーだったら6番釣るみたいなこと言っとったし、3番4番も6番にヘイト向けて7番8番が初週で、うん、6にヘイト向けてるから、いや6番って盤面的に村1だから、私は5番釣って3番釣って1番釣る。1番が一番なんだろう、人外っぽく私は見えてないんだよね。一番あって強かなって思ってんだよ。7、8のことぶったたいて評価集する動きをしていないから。一番自身が。はい。だから、4番から騎士が出たんだったら5番釣って3番釣る。はい。これでいいですかね。いいですか？あ、だから私強靭かもとかって多分思ってる人いるけど、私が強だった場合って5番がご主人様って分かってるから、5番を釣り殺す行為はしないっすね。はい。だから5番釣って3番釣りでいいかなって思ってるけど。1番って誰にも評価集できてなくない？って思うんだけど。だし、いや、6番が狼で、あれだけ7番にヘイト向けて7白って HP 低くなるか、やっぱ6番村だと思う。はい。1番のプレイヤーが発言します。まあ、評価集する必要ないからね、村人だから。狼殺せばいいだけの話だから。7番さんが5番の否定をしてくれて、じゃあ俺が3番狼家庭の5番と8番に相方否定をさせてもらうと、3番機の開口1番に行った精査は5番と8番なんか進路っぽくないっていう精査ね。3番が狼の相方にいる場合って、でもどうなんだろうな。3番が狼に相方がいる場合ってね、振動ってね、言わないと思ってる。逆に言わないと思ってるかな。心境でも、霊能ローラーでしょって押し切ればいいと思っているから、ないと思っているから、5、6かな。俺昨日8番で人引いたら5番まで釣り切るって発言を言いましたよね。8番の芯が切れ、俺は8番の発言が2周目と遺言、まあ2周目かな。2周目聞いて、狼で相方が4番とか6番とか3番にいる過程であんまり相方のための発言をしてないと思ってるね、8番がね。だから8番が真の可能性もケアして5番が狼やって8番に来る打てないと思うんですよね。打てないと思うんですよ。例えば8番3番切れていて5番の相方3倍じゃなくて4番1番から切れた場合って6番相方の筆頭位置だから8番と6番で切り切れてないから8番で黒出しても6番って釣られる可能性あるからね。はい。いやー、5、6かな、7番さん。まあ3番の再生産俺に今日するわ。今日。はい。今日しますわ。3、6で5番と8番に強靭の過程も考えつつ、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。
願いします。いや、難しいね。村、この村レベル高すぎてちょっとわかんねえわ。でも7気球は確実にどっちか村なんで。まあ、強人引き？いや、7番さん強人？俺9番さん、俺7番さん強人なのこれ。強人と思わなかったんですけどね、俺別。6番さん言うと、9番さん言うと、6番ってあんまり狼じゃないのかなと思って、どっちかというと1番が7に占い誘導してるから、もしかしたら1号ロール7強とかだったらまずいのかなとかちょっと思ったりしてけどね。とは思ったかな。1号ロール7強とかだったらきついかなとか思ったりもしたけど、わかんないけどね。はい。でも4番の騎士だけあったんでよかったかなと思ってます。俺多分今日死ぬけど、ちょっと6番さんの色見たいなと思ってるんで、死ぬけど6番さんの色だけ見ます。まあ5番さん釣り切って、あとは多分なんか村レベル高いんで、ちょっと狼まで頑張ってたどり着いてください。はい。と思ってますね。まあ、4番さんもいるし、7番さん、9番さんもどっちか確実に村だし、もしくは両方とも村だし。はい。なんか一人、なんか占い師一人ってきついね。はい。まあ5番さん釣って、考えましょう。俺は死ぬけど、ちょっと6番さんの色が純粋に興味あるから、占いますね。はい。じゃあ5番つって。あとは村の方頑張ってください。3番のプレイヤーが発言します。マジ言うんだけど、9番さん視点6と1が白く見えて5さんに見えるんやろ。だったらその様子を提示しろや。なおかつ、7番さん強人に見えるっていう視点がおかしくて、7強人だったら5なんか釣り行かないと思ってるんだけどな。もうその視点がもう村でおかしいと思ってるから、私この村精査合わんわ。私5、6でしかないと思ってるんだけど、なんでかっていうと、これ初週の予想なんだけど、6番さんって3、4、5を精査した時に3、4に固執して5番ってあんまり触れなかったよね。違和感だったんだけど、私は騎士だと思ってたから、1周目。騎士だと思ってたから、触れなかったんだけど、これに関して騎士じゃないなら絶対6オカメだと思うわ。6って初週ってか1日目で、めちゃめちゃ客観視点で、あ、なんか、よくわからんけどと思って、6番さんは基本的にあれだと思ったんだけど、これ31、これで31に見えるなら、5つって1つればいいんじゃない？私は1番さん丘に見えてないんだけど、その様子を提示してくれないと私何も返せないんやけど。じゃあ私が丘に見えるっていう提示を全くしてくれないから何も返せないし、私5、6でしかないと思うんだけど。今、提示した様子で。めちゃめちゃ難しいけどね。私4が騎士にはあんまり、2番が言うように4が騎士に見えなかったから、めちゃめちゃ精査濁ってますかね。1、6だったら確実に6だと思うけどな。なおかつ、私が言ったのって5、8で狂人とかが出てた場合って、めちゃめちゃ狂人が狼の首絞めてるんじゃないかなって思うから、私狼に見えたってだけですね。4番のプレイヤーが発言します。はい、4です。ごめん、ちょっと寝てたわ、マジで。あ、発言は聞いてましたよ。さっきちょっと寝てただけ、投票の時ね。投票放棄になったのは寝てたからっす。なんかまあ、5、6。9番さん、盤面的にないって言ってるけど、まあ普通に単体精査して全然あるっすよ。確率は。でも3番さんに関しては、なのでね、その位置を弾けるとか、なんか様子を言ってくれないとアンサーできないわって言ってるけど、なんか、さまさん視点の5、6、狼になる、そして位置を弾ける、要素っていうのがあんまり、俺からしてもわからんかったかなって感じかな。って感じですね。まあ、ああ、そっか、2番さん困っちゃうか。じゃあ、7番さんの強人要素ってあんまないけどな。まあ、あるけど、全然。あるけど、だって5から行くっつってるじゃん。ああ、3番さん言ってたね、それ。やばいやばい。はい、まあ、とりあえず5に行きましょうか。3か6で迷ってますけど、俺は。ちょっと3に傾いてるかなと言ってきます。なんか、ああ、まあ言ったよりはさっき。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。
本当にね、申し訳ないですよ、村側に。本当に申し訳ないんですけど、俺、騎士だったっす。8番が心霊能だったっすね。これもう今更飲めないよって話なんですけど、俺寝ちゃってたんですよ、最初に。それで、もう俺全然霊能だと思ってて、そのまま8釣りっていう風に言ってて、夜になった時に守り位置出てきて、ええー、と思って、見たら騎士だったんですよねって感じなんだよな。だからもう、こう、ローラーで8号行っちゃうと、8が霊能で5が騎士でも PP なんですよ。でも、もう申し訳ねえ、申し訳ねえっすね、本当に。マジでごめんなさいって感じ。どうしたらいいんだろうな、これ。で、どうしたらいいかなと思ってる間に一周経ったんですけど、6の段階でもう分かってたの。だから8白も何もないんですけど、どうしたらいいかなと思ったけど、そのまま騎士すらするべきなのか、でもそれでもう負けが見えちゃうもんね、と思って。だ4が狼っすよ、4が狼。4が強靭にやってると思えないので、4が狼っすよね。4の相方位置が、今の発言で、まあ、4-3かなっていう気もするし、4-6はないかなと思ってるけどね、ほぼほぼ。4-1は、時点であるかなと思ってますって感じですね。1っていうのは8を完全に、なんだっけ、8が 100% 狼だって言ってたけど、ローラーするって言って自分でしょ。で、6が5に行きたくなさそうな雰囲気出てたんで、6が強靭かなと思ってます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。無理でしょ。ああもう5番が悪いから無理でしょ。5番が死んだら無理でしょ。4番に7は届かないからもう負けでしょ。ちゃんとやってくれね。投票が終了しました。もう嵐とか鬼だから通報はしとくわ。追放されるプレイヤーは 5番の遺言を発表してください。いやマジでごめんなさい。あとで、あの、村陣営、なんだ、何人だ ?3 人がいるから6人でしょ。俺抜かしていこっか。ちょっとクラウンで勘弁してください。すいません。夜が更けました。人狼に気をつけてください。俺は闇で生き続ける。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2-3番のプレイヤーが発言します。いやまずまず5が死んだったら PP を切れるってことでしょ。めちゃめちゃ意味わかんないんだけど、やばすぎな、なんて思ってますかね。5が死んだったら、ただ5番って初釣りって言ってて、いやどっちなんやろ、これ難しいもん。意味わからんなって思ってるわ。で、あと、私は9番に関してちゃんと私に対してのクルス言ってほしいかな。わかんないもん。私めちゃめちゃ5-6に見えてて、5が新騎士だったらやばいなぐらいで。ただ5番って初白打ってるよね。そこだけ違和感かな。だから9が5-3に見えるって、でもさ、あれじゃない ?4 が死んだら噛まれるんじゃない明日。わかんない。なんか意味がわかんない、この村。どういう村って思ってるんだけど。私は5-6にしか見えてないし、一番でその視点が出てくるっていうのが多分、私と同じ陣営、村陣営なのかなって思ってるから、1は村、6じゃない違うんかな。でもこの時点で PP 宣言ないってことは、5が偽だったってことかな。マジで意味わからんだけど。6番視点でさ、初週で3-4に印象付けをして、5番にめちゃめちゃ、要素付けが甘かったとこだけ、アンサー欲しいかな。なんでって思ってるから。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。
普通にビビったっすね。5の騎士はビビったけど、まあ、5が2セってことはわかるでしょう。まあ、まさか俺が釣られるかとちょっと一瞬焦ったけど。まあ、5が騎士だったら、8に白なんて打たないですからね。この人、騎士で霊能語って、8つって8しろって言うから、それはないでしょうってことで、はい。まあ、6番さんはなんで1投票にしたの？もう6釣りでいいかなと思ってるけど、6番さん単投票しようかなと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。うん。1が軸になってるかなと思って、13とか14、15。今日1番落としましょう。3、4は多分見えない。避けるしかないよ、もう。5番の芯も要素も考えなきゃいけない。4番が芯でタイマンプレイをした。セオリーなら出なきゃいけない。だからあなたの芯は確定で終えません。はい。1が軸、誰かを釣らない。多分もう、13、14も15も130、だから1。軸になってるのは1番。うん。だから1番に行った。1、3、も1、4、も1、5もある。1行って4番噛まれるか噛まれないか見ましょうよ。7番が3番をそこまで信じるならその勝ち方しかないですよ。じゃあ俺も3番信じましょう。1行って、3、4なら負け。1行って、4番噛み抜かれてなかったら4番行きましょうか。こんなに7番さんの精査が正しいというならば。まあ3番がローだったら7番さんをみんなで笑いましょう。1番行って4番行きましょう。うん。何かにかけるしかないんだろう。この新騎士まで追うとすると、4番行くのは抵抗があるんでしょ？多分1、3がありそうでなさそうな気がするんだけどね。5、1とか、4、1とか、3、1もあるかな。まあ、まあ、5番が騎士ならもう5番が悪いし。まあ、誰かに行って勝ち筋がある戦法。3、4が切れてそうだから、1番だな。軸になってるな。7番のプレイヤーが発言します。ぶち切れていい6番。お前さ、調子乗ったこと言うんだったらさ、まず3番、4番だったら PP 宣言起きるから。いや、もう調子、もうなんか、わけわからんことばっかり言くせに、調子乗ったこと言うんだよ。クソ腹立つわ、と思ってます。朝からほんまイライラさせるね、あなた。9番さん、まあいいわ。6番のこと盤面白いちゃうんですか ?9 番さん、わかりました。じゃあそれでいいんじゃないですかと思ってますよ。あ、そうなんですね。はい。まあいいっすよ。どうでもいいっすわ。なんかイライラしてきた。俺は6番にしかいないっすけどね。どうでもいいっす。5番、6番でしかないっすよ。まあじゃあ9番さんにちゃんと教えてあげますね。6番さんって7番からのベクトルをクソほど嫌がってる人間なんですよ。7番の発言をねじ曲げてまで7番から6番を釣っていいと言われてる6番が7番に嫌悪感を覚えてるんですよ。9番さんの思考の中で5番から6番が釣り押されているから5、6がないっていうのを持ってくるんですよね。6番ってその5番を嫌わず7番を嫌って8番を殺しに行ってるんですよ。5、6めちゃくちゃ見えるんですけど、えぐっと思ってるわ。多分5番の勝ち筋は8クロ打つことっすよ。はい。3番なんて白でしかないっすよ。なんか9番さんも精査できないのに盤面白とかいう言葉使わない方がいいっす。はい。9番のプレイヤーが発言します。いや、騎士出たらグレー釣りにかかるかもしれない状況下で、5番っていうのはグレーだったら6番を釣りたいって6番を一本してる人物だから、5番、6番っていうのがそもそもないんですよ。で、8番もグレーだったら6番を釣るって言ってて、1番しかかばってないから6番が狼だった場合って1番しかいないし、3番と4番っていうのも6番釣りをしてたからね。で、3番が狼かなって思ってて、7番が6番を怪しんでて、1番も6を怪しんだから手をつないで6番を釣りにかかってるのかなって思ってるし、6番ってじゃあ誰に評価回収して勝つんですかね。6番って誰に評価回収して勝つの？やばない？ 5、6 だったら弱すぎると思ってますけど。
はい、あとね、私ね、3番がおかしいと思ってて、あと私って3番5番だと思うって言ってないんですよ。7番が白結果だった場合って、私って6番は盤面的に白いって思うし、6番相方いないと思ってるから、あと3名はあるから、5番、3番、1番の順で釣ればって言ってるから、3番の反応が過剰すぎるんですよね。はい。あとね、5番がグレー、なんだろう、グレーならさ、6って言ってるのに5、6ローローで見る。1番、3番の視点がおかしいって思ってるから、多分1番、3番どっちか村やと思ってるんですけど、多分7番が6番を釣りをし、1番が6番を釣りをしたから3番っていうのは、1番の評価値をして6番を釣りにかかったのかなって思ってるから、私今日3釣りたいんですけどね。6番狼には見えないんですよね。なんか私と6番がスムラでもう一人スムラいると思ってるから7番がスムラかわかんないんですよ。6番釣りにかかってるから。私は3番がおかしいと思ってますけど、はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。9番さんの話はわからんくはないけど、さっき7番が言ってた5番はじゃあ6番にヘイトを向けていたのに、6番視点で嫌悪感7番は8番釣りにしか向かない構図が5番と6番に見えませんかっていう問い、まさにそれクリティカルかなと思ってる。結局俺も3番もね、村で6番が狼でってなったらもうかけるしかないんだよ。だ多分だってここ間違えたらもう9番強人とかの場合ってほぼ PP 起きるから、決め事象6番が言ってた1番が狼家庭で3番も4番も5番もつながるって言ったけど、つながんなくね、1番と5番って。1番が8番狼家庭で追って、俺って8番と4番もつながると思いますよ。7番さん8番と6番も切れてないと思っていて、8番と3番はまあ再生者って言ってる人物で、1番と5番で俺が狼で相方5番で、5番狼で8番にしろなんて出せなんてしで出すと思います？俺の初日の発言ってほぼほぼ8番黒家庭の狼ですよ。やっぱ見えないですね、1番と5番の狼は。まあ、6番さんはちょっとヘイト変えすぎましたね。はい、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これか。私はただの石。私はただの石。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはあなたは6番、他のプレイヤーにより追放されました。うん、遺言を発表してください。村が弱いということだよ。うん、何も考えられない村って弱いよな。うん、本当に弱い。9番は白かったよ、正しかった。9番は、うん、2番は1占いをしてほしかったよ。うん、まあ、3番が人外ならいいけど、村だったら勉強しなきゃダメだってことよ。弱すぎるよ。うん。本当に、まあ、いいんじゃない？村がそういうふうに決めたんだから。うん。6番というのは、最白ってことよ。6番は最白。うん。まあ、それがわからない村なんだから、もう弱いに決まってんだろ。うん、もう勝手なプレイヤーが多くて。だから、君たちはね、一生言われないんだよ。狼を見つけるのが上手いって。俺は伝説のプレイヤーがよく言われるらしいよ。狼見つけるのが上手いって。そのプレイヤーは一見すると白くは見えない。でも、センス溢れ、もう天才型のプレイヤーらしい。女性人気抜群のね。うん。この芯まで追うプレイをしなきゃダメだってことだよ。まあ、村が弱かったよ。この芯まで追うプレイをして、軸になっていた1番を釣れない村が弱かったよ。うん。まあ、俺3番行ってもよかったけど、自分の信念に基づいて1に行った。まあ、弱かったよ、村が。うん。まあ、以上です。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。旧ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。ははは、3、4だったの？ 3、4だったらあると思ってたけど、お前3、4だったの？3、4だった。いやー、マジでごめん。マジで本当ごめん。特に8番さん、本当ごめん。